これぐらいいい感じの焼き色がついたら OK ですね。あー、めっちゃうまそう。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、私の大好きな新玉ねぎを使ったレシピを一つ紹介します。ほんと新玉ねぎの甘みを感じられてめちゃくちゃ美味しい新玉ねぎのわさび焼き。まあ簡単に言いますと新玉のステーキなんですが、本当にこれがねおつまみとして抜群なんで、マジ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。新玉ねぎ1つ、ちょっと大きめのものを使います。はい、味付けはこの2つね。こちらをわさび小さじ1杯ほど用意してください。そして焼肉のタレ大さじ2杯、これもお好みの市販のもので OK。 材料は以上です。はい、まずはこちら新玉ねぎの皮を剥いちゃってください。はいよー、ちょっとなんかいびつな形の新玉でしたが、まあ問題ないでしょう。そしてこいつをね輪切りにしていきます。これなんか変な形やし、ちょっと割っとこう。あ、これでいいや。はい、新玉ねぎね、そうね、4等分ぐらい、ちょっと厚みがあった方がいいので、もうズバッといっちゃってください。はいよ、これで OK。 はいよ、次はねフライパンの方に薄く油を引いていただいて、輪切りにした新玉ねぎを並べます。はい、この状態で火をつけてください。火力は中火よりちょっと弱めたぐらいですね。中火の中火っていう感じ。そして蓋をします。はい、じっくり蒸し焼きにしながら火を通していき、新玉ねぎの甘みをね引き出していきます。そうですね、この裏側に香ばしい色がつくまで中火よりちょっと弱めたぐらいの火力でねじっくり焼いてください。まあ3分から5分ってとこですね。はい、こちらね玉ねぎを焼いてる間にこのわさびを焼肉のタレの方にしっかりなじましておいてください。これ仕上げに使います。このわさびを効かした焼肉のタレめちゃくちゃ美味しいんでね。はい、これを新玉ねぎにちょっとね仕上げに絡めるだけ、マジこれがうまいんで、しっかりわさびを混ぜといてください。はいよー、まあ3分から5分ぐらい焼いていただくと、はい、こんな感じね。これぐらいいい感じの焼き色がついたら OK ですね。すべて裏返してください。あー、めっちゃうまそう。この香ばしい香りがね食欲をそそりますよね。よっこいしょと。はい、そしたら再び蓋をしてください。今度はね火力弱火に変えてください。あのもうフライパン全体的に温まってるんで、中火のままいっちゃうとね裏側真っ黒になっちゃう恐れがあるので、火力を弱火に変えていただいて、再び5分ほどねじっくりと蒸し焼きにして火を通していきます。あいよー、5分ぐらいねじっくり蒸し焼きにしたら OK。 見て、めちゃくちゃうまそう。もう新玉ねぎもトロットロ。はい、そしたら火を止めてください。そしてこの火を止めたところにわさび焼き肉をね、はい、こんな感じで加えてください。あとはもう余熱だけで OK。 ちょっとさささっと揺すって裏側にいい感じに絡めてください。はい、もう鍋の余熱だけで OK なんで、はい、タレが絡んだら完成。じゃあ盛り付けよう。はい、完成しました。こちら新玉ねぎのわさびステーキ、これマジでうまいんでね、ぜひ作ってみてください。それでは今日もいただきます。あ、うまっ。この新玉ねぎが柔らかくなってて、この甘みとわさびの風味がねめちゃくちゃやばい。味付けは焼肉のタレなんでほぼ間違いないです。ただほんとこの新玉の甘みとわさびの風味辛みがね最高。うん、いや、これはねおつまみにしていただきたい。いや、うますぎて 2、3 個いけそう。もっと作ってもよかったな。やっぱわさび焼肉のタレ最強やわ。マジうまい。うますぎ。